この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。お酒を飲んでの運転はあなただけではなく、あなたの家族、他人までも不幸に陥れます。もうこんな思いは誰にもしてほしくない。飲酒運転は絶対にダメ。八重の里ドライビングスクール。船に泊まろう。忙しい人もそうでない人も、九州往復1万円ちょっと。ゆったり移動でゆっくり睡眠、たっぷり楽しむ九州へ、サンフラワーの弾丸フェリー。バイクライフ向上宣言。二輪館ならあらゆるバイクスタイルに豊富な品揃え。イベントも盛りだくさん。車検もメンテもあなたのバイクライフを徹底サポート。ライダーズスタンド二輪館。ブンブンこと藤田文が行く富士ツーリング第1回。今回は静岡県御殿場市からスタート。富士山の南側を西へと走り、富士宮市から北上して最終目的地の山梨県にある鳴沢氷穴を目指します。今回のナビゲーターはブンブンこと藤田文。現在スタート地点の御殿場市を富士山へ向かって走行中。今日の富士山は雲がもう朝から出てます。そして見事に富士山のてっぺんだけ雲があるっていう、本当に富士山がちょっと身長高くなったみたいになってます。なんか富士山見てるとついついスピードをすごい落としてしまうっていう。あーすごい、左の方とかもなんやろこれ。木もない、さら地でもないな。ごまさんに自衛隊の人がこれも訓練するんかな。こちらは陸上自衛隊の演習場。広大な敷地で映画やドラマの撮影にも使われるそうです。左の方の道路の端に雪がめちゃめちゃ残ってます。すごい、右の方は全然雪残ってないのに、火が当たらんとこはすごい雪残ってます。さあ今日最初の目的地は森の駅富士山です。富士山の2号目にあるらしいですよ。富士山ちなんで富士山グッズが結構売ってあったりするらしいんで、気になるところです。次の目的地へは現在走っている県道23号から県道152号を乗り継いで走ります。この2本とその先の富士宮市へ至る県道180号を合わせて通称富士山スカイラインと呼びます。なんかもう右も左もずーっと今走ってるの同じ景色なんですよ。本当に葉っぱのない木がずっと並んでるんですけど、幻想的な風景が目の前に広がっております。小さい段差がちょこちょこあるんで、ずっとお尻にこうと振動がちょっと伝わってる感じの道路です。あ、でもこの道信号がなくてすごい走りやすいです。緩やかなカーブが右左ってすごい滑らかですね。撮影を行った3月上旬でもぐんぐん登っていくとまだ一面の銀世界が。この辺りの標高はおよそ1300メートル。わーすごい、まっすぐな道で気持ちいいです。あーでもなんか素敵やな、こんな雪の中走るのって。綺麗、めっちゃ綺麗。素敵やわ。ですね、これかな、これですね。到着しました、こちらですね。よいしょ。さあ森の駅富士山到着しました。富士山私1個かと思ってたらミニ富士山みたいな感じで、右の方に1、2やって、で次ここ隣左の方にもちょこってあって、
で富士山、メインの富士山みたいな。でもあれ全体で富士山なのかな。もちろん全部で富士山です。かつての噴火でできた二子山と宝永火口、そして山頂までを間近に見られるのが森の駅富士山です。2016年7月オープンの館内は明るく広々とした空間。お土産コーナーは名産品やコラボ商品が充実。その中でもブンブンが気になったのがユニークなこちらのグッズ。この富士山グッズがいっぱいありますよ。これおしゃれじゃないですか。トートバッグですよ、富士山の形の。どうちょっと決めてみたいけどいかが。色違いもございますよ、青もあるんで。よかったらティッシュどうですか。どうぞ。ほら見てください、富士山ですよ、これで。ティッシュケース。さあ続いてはこちらのバスタオル、一体どうなるかというと。見て、これ何やと思いますか。富士山ちゃいますよ、藤田さんですよ。声かけた藤田さんになりますよ。いえいえ、藤田さんではなく富士山になれるバスタオルです。ということはこの手袋も、ほら富士山。富士山になりますよ、すべてが。なんともおしゃれで遊び心のある富士山グッズ、お土産にいかがでしょうか。また館内のレストランでは地元の食材を使った料理がこの絶景を眺めながらいただけます。今回は富士山尽くしの森の駅富士山をご紹介しました。カンナムスパイダー正規ディーラーサッシ、日本最大級のトライクショールーム、希少なバイクを400台以上展示、毎日がモーターショー。名神京都南インター降りてすぐサッシ。例えば記録映像、動画のことならバンズデコ、そしてお店や企業の PR も、動画のことならバンズデコ、もちろん商品プロモーションも、動画のことならバンズデコ、バンズデコ。さあ次の目的地はお昼ご飯です。富士宮市で富士宮焼きそばをいただきます。そちらのお店は焼きそばだけじゃなくってお好み焼きも美味しいと言われているので、焼きそばとお好み焼きどちらもいただきたいと思います。次の目的地は南西へおよそ25キロ、富士山スカイライン後半の走りを楽しみつつ富士宮市の中心部を目指します。この道もめっちゃ楽しい。急に葉っぱがある緑の色が見えてきました。すごい今下っていってます。富士山の2合目から下ってきてます。すぐ入ってますね。すごいまっすぐ入ってる木。すごい木まっすぐ。ほんまにまっすぐ。すごいな。綺麗。お、何？あ、茶畑じゃないですかこれ。あ、茶畑。綺麗。綺麗にカットされてますね。さすが静岡。お茶ですね。
お、目の前にちょっと街が見える。見えてきたのは富士宮市の街並みです。あ、鳥居が見えます。あ、右にも見える鳥居が、はい、ほら、橋もあるし。あ、神社、お墓、綺麗な神社、すごい。こちらは富士山本宮浅間大社。全国におよそ1300社ある浅間神社の総本社です。この先の浅間大社前交差点を右折すれば目的地はもうすぐです。お、これや、杉本、右の方に出てます、オレンジ色で。よいしょ。お昼をいただくのは鉄板焼き杉本。店長杉本清美さんの祖母が始め、地元で70年近く愛されるお店。オリジナルのブレンドソースが味の決め手です。はい、こちらが今日のお昼ご飯です。じゃーん、こちらが富士宮焼きそば、そしてこちらが言ってたお好み焼きです。でもこちらでは洋食焼きって言うらしいです。まずは今や全国的に有名になった富士宮焼きそばから。油はラードを使用し、麺はコシの強い蒸し麺。ラードを絞った後の肉かすを加えるのが特徴です。富士宮焼きそば初体験のブンブン。さて、そのお味は。おいしい、めっちゃおいしい。めっちゃコシあるんですよ。富士宮焼きそばってこんなにコシあるんですか？この量多分一人食べても食べきれるぐらいさっぱりしてるんですよ。でもコクはしっかりあって美味しいです。細いんですよ、キャベツが。杉本ではあえてキャベツを細切りにしています。キャベツだけ別で食べるとそのまま一緒に食べれるんで、歯ごたえのある麺とキャベツのシャキシャキ感と一緒に味わえて美味しいです。卵がまた絡んでまろやかになってたまらないです、これ。ブンブンはまだまだ食べ続けていますが、今回はここまで。ツーリングの未公開シーンやお得な情報満載のフルバージョンはレッドバロンツーリングナビで公開中。気になる人は今すぐアクセス。9月2日3日、兵庫県宍粟市くるみの里にて第2回ライクアウィンドウキャンプミーティング開催決定。今年は音楽がテーマ。みんなで歌って大自然を満喫しよう。詳しくは番組ホームページで。